はい、もこフィットレです今日はですね持久力トレーニングがえ筋トレで気をつけること3点を、えー、ご紹介したいと思いますそれでは始めましょう はい、えー、僕がね、常日頃、えー、筋トレは有酸素運動にもう有効だよっていうことを口酸っぱく、えー、言っています。えー、今更ね、筋トレが意味ないっていう方のね、えー、こういう色々 SNS で見てるとね、もうイライラしてしょうがないんですよ。<laughs> もう効果があるっちゅうねんって話、もうね、やめましょうね。もう何回も言ってますよ。で、えー、っとね、えー、今日はですね、こんな3部構成でいきたいと思います。1、えー、なんで筋トレをするの、えーえー、?2 ですね、おすすめのトレ方法ですね。えー、そしてですね、3に、えー、おすすめのトレーニングメニューのお話をし,たいとしてみたいと思います。はい、まずですね、えー 一度、えー、なんで筋トレをするのっていうところなんですけども、実はですね、これ過去動画でね、きちんと触れてるんですけど、えー、僕のね、あの、音声ミスでね、前半ですね、よくわからない音楽が入ってしまって、えー、グダグダになってるので、軽くそこをせ触れてみたいと思います。えー、なんで筋トレをするの、えー、まずですね、相対負荷というものがあります。えー、めちゃくちゃ簡単なんで、えー、っとね、あの、そんな難しく思わないでください。まず、200キロが限界な人が、 150キロを、えー、持ったら楽ですよね。スッと上がっちゃいますよね。えー、ところが100キロが限界な人が150キロを持ったらめちゃくちゃ重いですよね。これめちゃめちゃ当たり前のことを言ってますおな。どちらも150キロという重さなんですが、200キロを持ってる人は楽。100キロが限界な人は150キロが重い。当たり前ですよね。これがなんと、えー、ロードバイクのペダリング、えー、マラソンの一歩一歩ですね。まあ、水泳だったらこのね、後背筋とかに なるのかな？はい、えー、というところになりますね、えー、なんと体にも同じ相対負荷っていうことが、毎回1回1回の踏み足で起きております。 簡単に言うと、この足ですね。足のペダリング、200キロという重さのペダリングがある。まあ、そんな装置はあるかどうかわからないんですけども、あったとしましょう。その1回のペダリング200キロっていう重さが簡単にいってしまう人だったら、え、自重になったらめちゃめちゃ楽ですよね。ところが、えー、じゃあ100キロの重さのペダリングが限界の方だったら、自分の自重に戻っても、まあ、楽は楽ですけども、200キロのペダリングの重さの方が、 楽なな人よよりりは重くなりますよねそういうことが、えー、起きております。まあ、ランナーも同じです。一歩一歩、毎回毎回、えー、自分の体重がかかっております。えー、それでやっぱり筋力がある方は、えー、一歩一歩が、えー、楽なんです。えー、これはですね、もうオリンピック、などの、えー、有名な選手、の方とかですね、もうこれは取り入れていて、もう実績は出ております。なので、この相対負荷を、えー、低く、まあ、要は低くなるんですね。えー たくさん重たいものを持てる人は、えー、一歩一歩がら、低くなるんです。相対低荷が低い、低くなった人が、えー、速く走れるということになります。ここまではいいでしょうか。え、なので、一歩一歩が楽。つまり、一歩一歩がエコノミーなんです。 分かってきましたちょっと難しいのが、やっぱり筋力が上がっていくと、同時に筋肥大も若干、えー、していきます。そうなった時に筋肥大が起こり始めると、体重も増減していきます。これは前ね、昔過去動画で言ったんですけども、そこを体重が上がっていってしまうと、今度エコノミーっていうのは下がってしまうんですね。なので、体重が上がるところと、その相対負荷が低くなるところのラインっていうのは、ものすごく難しいんです。これは人によってほんとセンサー万別です。 ですなので、えー、筋トレを行って体重が若干上がってきて、そこがベストな方もいれば、もっともっとね、体重が上がってベストになる人もいりますし、それはですね、筋トレを行って、ロードバイク、マラソンな、えー、等を行って、自分で、えー、本当に一人一人、全然体のね、筋、そう、仕組みが違うので、自分で探していってください。まあ、結構ね、ちょっとね、あのー、ずいぶんね、放り投げた放置な、えー、お話なんですけども、えーそれ はね、しょうがないことなんですよね。 えー、そしてですね、2のおすすめ取れ方法なんですが、えー、とですね、こんなね、エビデンスがあるんです。A と B 群に分かれまして、8から12レップが限界の重さですね。えー、この重量を、えー、A グループは、回数はそのままで重量を増やしていく。で、B 群は、えー、重量はそのまま、8から12レップが限界の重量そのままで、回数だけをどんどん上げていった。という、えー、2グループに分けました。えー、これでですね、えー、4セット 行ってもらいまして、えー、週に2回、えー、そして8週間のね、えー、追跡調査をしたんですけども、これはですね面白い結果がありまして筋力は A 群の回数はそのままで重量を上げていった方がなんとですね B 群に比べて若干若干筋力が上がったそうです。はい僕らにとって筋力を上げることが一番エコノミーに繋がるんですね。えー、筋力を上げる。えー 筋トレをしていかなきゃいけないんですが、A、B、A 群も B 群も、えー、ほんのわずか A 群が上回っただけでした。え、そしてですね、筋持久力、瞬発力、筋肉の量、ですね、筋肥大ですね。はい。これはですね、A も B 軍もね、あのー、両者、両者のね、グループ変わらなかったっていう、こう、 答えが出たんですよ。え、なのでね、今ね、あの、筋トレ YouTuber ーーーーの方がね、もうこのデータもね、古いデータになってきたのかな。えー、結局、トータルボリュームが変わらなかったら、筋肥大にとか、えー、何も差が出なかったよってことがね、もうね、当たり前になって、もうね、重いものをね、えー、持って限界までやるのはやめようっていうね、えー、ちょっと、ちょっと若干軽いので、たくさんこなせた方が、えー、いいんじゃないのっていうね、えー、ことになったんですけども、ここで僕は今回、 えー、自給力トレーニングに向けてっていうことなんで、えー、ここでね、一つだけね、僕の提案があるんですね。というのはですね、えー、結局、まあ、A も B も変わらなかったんですが、まあ、A の方がね、重量をどんどん増やしていった方の方が、まあ、高重量ですね。筋力アップになりますよね、高重量っていうのは。 一番ね、えー、有名なところだと、1から3レップが限界の重さで持ち上げる。はい。で、ここなんです。確かにこれはどのエビデンスを見ても、一番筋力が増加するんです。さっきの相対負荷が、えー、低くなっていくんですね。どんどん。なので、めっちゃ持久力トレーニングに直結するんです。1から3レップの重さで担ぐのが。ところが、これをき、持久力トレーニングがやっ ってしまいがちなんですけども、これ危ないんです。 これがまあ僕がね、まあ筋トレを現場で見ていたり自分でやったりいろいろ見てきたけど正直1から3レップの重さが限界のものを担ぐっていうのはねかなり熟練の方じゃない限りちょっとロードバイクマラソンの片手まで筋トレをやろう、えー、その、ね、種のスポーツの競技能力を上げようという意味でたまに行って1から3レップの限界なんてやった日には 本当に大怪我します。なので、えー、さっき言った A と B グループの話はここで、えー、繋がってきます。なので、A と B 群ですね、重量を上げていったグループと、 B 群、えー、回数を伸ばしていった。軽いものをどんどん、えーね、回数を伸ばしていったもの。筋力は確かに A のが上回ったんですけども、そこはね、若干上回ったっていうところなので、ここはですね、僕のこの経験上として、怪我、えー、そして自分のメインの競技に支障が出ない回数。これが僕は、 常に8から12レップが限界の重さでやり続けるっていうところ。えー、まあ、この2番をまとめますと、僕は、高重量1から3レップの限界の重さを持つんではなく、8から12レップが限界な重さを常に狙っていく。これでも確実に筋力は上がりますし、怪我がとにかくないです。そしてメインの競技に支障が出ない。 え、こういったところになります。えー、そして最後の3ですね。おすすめのトレメニューなんですけども、まあトレーニングメニュー、まずですね、スクワット、レッグプレス、レッグカール、レッグエクステンション、ブルガリアンスクワット、競技に直結する、えー、筋トレというとここら辺になってきます。えー、そしてですね、それ以外にも背中のトレーニング、えー、胸のトレーニング、要は全身ですね。 ここもかなりおすすめします。これはですね、そこの競技能力アップっていうところは薄いんですが、一番僕が捉えているのは、ミトコンドリアの増加のメリットを僕は有効だと思っています。 えー、僕らですね、本当に足のみしか使わないので、上半身がダラダラになってきます。えー、ツールドフランスのね、選手とかですも、も、を見るとですね、やっぱり、えー、シーズンイ、e、ンになってきて、最後ら辺のね、もう、9月、10月ぐらいになってくると、体がね、上半身がぽよぽよ、お,お腹がポコンと出ちゃってる感じになってきます。えー、それなので、ツールドフランスのね、あの、グランツールの選手たちは、オフシーズンになったら筋トレの、えー 量を一気に増やすんですね。要は体のバランスがむちゃくちゃなんです。え上半身も仕上げていかないとえ、えー、全身のそのもちろん筋量ですね。えー、まあ、痩せにくい体にもなってしまいますし、上半身の筋肉がどんどんなくなってしまうので、えそして、えー、先ほども言いましたけどミトコンドリアですね。はい。どん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 上半身の筋力がなくなっていくとミトコンドリアの増殖もどんどん、えー、減っていってしまいます。もうちょっ当たり前ですよね。動いたところのミトコンドリア やがと、ととにかく活性化されて増えていく。上半身が全く動かさなかった。ミトコンドリア僕らの酸素ですよ。酸素能力です。酸素を 乳酸除,除去能力とかすべて失われてしまいます。そういった中でも上半身は必ず大切なのでやってください。えー、そしてですね、そのトレメニューの中でやり方なんですけども、ピラミッド方式。えー、これがね、僕の中でかなりおすすめです。えー、ピラミッド方式っていうのは最初はね、もちろん軽く、まあ、準備運動も兼ねて、で、準備運動っていうのはストレッチじゃないです。えー、ストレッチってのはほぼ効果ないです。もうや、 やんなくていいです。<laughs> もうほぼ意味ないです。で、ストレッチじゃなく、えー、その、スクワットならスクワットでストレッチを行うんです。 まず軽い重量から始まって、少しずつ少しずつ重くしていきます。そして、一番最大の重さまで行って、4レップとかがね、3レップぐらいが限界まで1回持ちます。やはり。で、そこで、準備運動していくとね、1回ぐらいそこまで行っても、怪我はね、なかなか起きません。そして、そこまでピークで行ったら、どん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 今度重量を下げていって、回数をどん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 また増やしていきます。はい。そして、 ここからがすごくね、大切なんですけども、トータルボリュームーが特に大切なんですね。なので、その日の体調、その時のテンションでいいので、どんどんピラミッド方式で重量が下がってきて、10レップが限界までの重さまで下がったら、こっからはそれで、えー、できる限り、その時の調子とえー、テンションでいいです。できる限り、その10レップが限界なのを繰り返してください。そこに一番まで下がったら、そこで何,何回も繰り返していって で、えーまあ、スクワットとかねきつくなってきて足がじーっと焼けてきてもうさすがに10レップが楽だったのが。 あら、10レップが限界だったのが、もうすでに7 7レップもできなくなってきたらストップ。そのぐらいの目安でいいと思います。これ非常に怪我をしなく、えー、そして筋力増強も見込めます。えー、そしてトータルボリュームもかなり見込ませます。そしてさっき言ったけど、怪我がない。ここがいいし、かなり大切になってきます。はい、えー、そんな、えー、こんな感じでいかがだったでしょうか。えー、筋トレのね、えー、有効性のお話をまたしました。えー、皆さんもね、えー、筋トレね、もし起こ ないたいと思って行き出し行ったらね、えー、確かね持久力トレーニングは筋力を上げなきゃいけない一、えー、から三レップが限界な重さだよなって行き、えー、出しで、ね、ジムに入会してそれをやってしまったら大怪我につながるのでここは気をつけてくださいはいそんな感じで終わりにしましょう、えー、ちょっとでも役に立てばいいねチャンネル登録お願いしますそして下の概要欄から SNS チェックしてみてくださいサイクルジャージインフィニットよろしくお願いいたしますそれじゃまたお会いしましょうバイバイ